こんにちは、うまい棒です。では飛び出せ動物の森のんびり実況プレイパート110110番ですね。はい、では今日もやっていきましょう。雨ですね。まあこの村も梅雨に入ってんのかな。最近雨が多い気もしますが、と手紙が来てますね。あ、そう。またね、稲荷ギャラリーでね、頼んできました。はい。なのでね、ちょっと、現在、うまい棒くん、7連敗中です。7連敗中ですが、稲荷ギャラリー、さあ、今回は、当たりなのでしょうか。前々回くらいにね、コメント、前々回くらいにね、コメントの方で、視聴者様から、情報提供いただきまして、稲荷ギャラリーでは、4つのうち、どれか1つだけ、本物があるらしいんですよ。だから、4分の1の確率ですね。はい。こちらです。おごすかな名画。はい。おごすかな名画を購入しました。では、これをね、寄贈したいなぁと思います。いやぁ、おごすかな名画。7連敗中だからさ、そろそろいい加減値というか本物がいいよね。うん。と。あ、そう。金鉱石さ、この間手に入れたんですけど、金鉱石って確かなんか集めるとなんかがあったような気がするんですけど、何でしたっけ飛び盛り久しぶりだから忘れちゃったんですよね。なんだっけ、確か金鉱石5個集めると、金のスコップが手に入るとか、じゃなかったですっけちょっと忘れちゃいましたが。はい。で、そう。あ、レイチェル。どうもー。あ、おはよう。世間話でも。うん。家具の上に置くもの。メリーゴーランド。え家具の上にメリーゴーランド置いちゃったか。すごくねえか、それ。え、ちょっと見たいんだけど。ああ。はい、上に置くタイプの家具か。わかった。探してきてやんよ。ちなみに今何も持ってないか。じゃあ、上に置く家具、探してきてやろうか。お、チョコがいるじゃないの。どうもー。はい。お話しよう。うん。え、マジか。いや、で、じゃあ言わなくてもよかったと思うんですけど。あ、はい。フルーツ。ああ、わかった。ダイエットならお手伝いするよ。はい。マジで。じゃあ、なんか、適当に。やっぱね、この村はリンゴが特産物だったのでね。やっぱリンゴをあげましょう。美味しい。コンビニ村の名産物。リンゴの名産地。はい。これどうぞ。じゃあリンゴ、早速ね。どうぞ。はい。美味しいですよ。すごいね。リンゴ丸かじりで4口食べた。ちょ。リバウンドしたぞ、お前。ラブリーな服。俺に着ろと。それを着ろと。ラブリーな服を着ろと言うのか。貴様は。ラブリーな服。あ。ラブリーなのかな、これ。これがラブリーかはわからないけど。じゃあ、せっかくなんで、これでいきますか。札と。あ、そう。ここさ、ですね、この間、飛び盛りプレイしてたんですよ。そしたら、このね、キャンプに来てたんですよね。はい、キャンプに。はい、動物がね。で、テントに入って、話しかけたら、この村来ようかなとか言ってたんで、来ないよって言ったら、じゃあ来るわってことになっちゃって、来ることになってたんですよね。だけど、ここに家を立ち上がったか。ここに家建てちゃったか。
名前は確か、そう、アザラク。まあ見ればわかるんですけど、アザラクをね、初見で見て、あいつを思い出しました。昔この村にいたね、あいつです。白いカンガルー、キッズを思い出しました。お前ら、何してんだ。こいつです。なんかほら、昔さ、この村にいたさ、白いカンガルーのキッズにさ、なんか似てるなーと思って、まあ同じカンガルーだからだと思うんですけど、なんでちょっと勧誘しちゃいました。はい。覚えてます。キャンプの時に。はい。アルベルトちょっと邪魔。はい、よろしくお願いします。で、アルベルトも、何してんだい？はい。遊びたというか、挨拶しに来ましたが、お話しよう。え？ボルト。ボルト？マジか。あいつ前回虫取り大会でさ、ちょっと、このうまい僕を差し置いて優勝して、引っ越すだなんて、あいつ逃げる気か。くそ、リベンジ果たしたかったのにな。マジか。てかさ、この部屋さ、結構いいよね。ほら、ちゃんと、ベッドもあるしさ、ほらほら、こういう、これもあるし、なんだっけ、名前忘れた、ステレオだっけもあるしさ、ほら、台所もあって、ゴミ箱もある。観葉植物もあるし、服もあるし、収納もあって、テレビとソファ。ちけえな、テレビちけえな。もうちょっとテレビ話した方がいいと思うんだけどさ。テレビを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れてみようねって習ったんじゃないか？ほら、あ、でも結構この部屋好きだわ。あー気に入った。いいねこの部屋。わーいいな。住みやすい。うん。あーさっき話したんだ。さっき話したんだ。じゃあ、どうもー。よろしくお願いします。アザラク。なんか、アザラシみたいな名前だね。アザラク。アザラク。あ、これは、確か、覚えてるぞ。確か1年くらい前にやった。占いのだよね、確か。なんだっけ。なんか、占いのやつだよね。これは久しぶりにやってみるか。なんか、久しぶりだな、すごく。うん。じゃあ、行ってみよう。占い久しぶりな気がする。やばい。占い自体あんま知らないしね。ちなみに、うまい棒くん、占いはね、結構朝のニュースとかでよく、占いやってるじゃないですか。それね、毎朝欠かさず見てます。はい。でね、たまたま今日も、占い見たんですけど、今日は、最下位でした。12位でしたね。星座占い。はい。あなたの身に降りかかろうとしている災い。このハッキミーが、たったの500秒で振り払う道を占って信じましょう。じゃあ、お願いします。では、今日のあなたの星座の様子を見てまいりましょう。さあ、そこに星座して。あ、星座した。ケハモルタケハモルダタニャラッショで財政キヤーイ。おやおや、見えてきましたよ。アウトドアブームのとある村、持ち家よりもテントを好む村民の姿に困惑するタヌキハウジングの社長。その景色から読み取れるのは、そう、お金にまつわる災いの兆し。え？サングラス。さ、サングラス。あ、でも今、サングラスつけてるよね。ブラインドサングラス一応。前回もらった。それこそが、この技を退ける鍵となるでしょう。いいんじゃない？別にブラインドサングラスつけてんだからさ、これで。あなたはすでにそれを、ああ、はい。あなたはすでにそれを身につけておられますから。今日はそのままがいいでしょう。それでは、あなたが災いから逃れられますように。ま、ダメな時はダメですが。ありがとうございました。災いか。お金に関する災いか。お財布を落とすとかかな。ちょっともう今日は、もう家でゆっくりしよう。
じゃあ、早速ね、おごすかな名画だっけ？を寄贈しに行きますか。じゃあ、到着と。ふうたくん、どうも。よいしょ。んごー。はい、起きて起きて。はい。はーい。じゃあ、寄贈する。ん？え？はい？え？これやまさか、もう寄贈しちゃってるパターンか？いや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 、ちょっと待って。もう寄贈しちゃってたかな？どれだ？おごすかな名画どれだ？おごすかな名画。寄贈したっけ？覚えてないんだけど。これか？落ち着いた名画。これかな？いい感じの名画。違う。これだ。あ、違った。あれ？これ？あ、これか。あ1年半くらい前に寄贈してましたね。ラス・メニーナス。ディエゴ・ベラスキス。ディエゴ・ベラスキス。1656年頃、油彩キャンバス。小さい王子と付き添いの女官たちが描かれ、女官たちという意味の題が付けられた、スペイン王宮に使われた、ベラスキスの名作。あ、これなんか見たことある、これ。なんか有名ですよね、これ。ね。このさ、左のこれって何なんですかね、これって。なんか、舞台裏のセットみたいなこれ。これわかんないんですけどさ。まあ、はい。では、やっていきましょう。こう見てみると、まだまだあんまし集まってないね、全然。まだまだか。そうか。まだまだダメなんだな。さてさて。じゃあ、誰だっけ？確か誰かに、レイチェルか？レイチェル頼まれてたよね。なんか。家具の上に置けるものを頼まれてたから、そうやなぁ。たぬきデパート行ってみるかね。たぬきデパートじゃない豆粒デパートだ。行ってみよう、稼働。はい。どうも。大きいあくびをしてしまった。今、午後の6時を回りました。眠いです。いやー、実は今日テスト最終日でね、テストが終わったんで、もう疲れてもう眠いっすよね。これしかないね。でも、はかり、なんか地味だな。なんかもっと面白いもんがいいよね、どうせなら。しょうがない、魚釣るか。魚釣ってそれをあげよう。一応家具の上に魚置けるよね。さてと。いやー、眠い。お、早速なんかありますが。じゃあ、これ釣っちゃおう。よっと。あ、電車が、ああ、電車が今通ってきましたね。誰か、よそのメガネ、新しい村長ができたのかな。お、ザリガニ、釣った記念にってことは初めて釣ったのか。これは寄贈しに行こう。行ったら行きたいだけど。
さあ、到着。はい、ふーた、起きよう。起きよう、ふーた。ふーた、かわいいよね、ふーたくん。起動す。ザリガニさー。多分、きっと、この村の他のプレイヤーが、他のプレイヤーがもう起動しちゃってたんですね。残念。しょうがない。ザリガニあげよう、ザリガニ。ザリガニ。食べちゃうよね、でも、レイチェル。クマさんだから食べちゃいそうだよね、ザリガニ。ザリガニといえば、よく小さい頃ね。家からちょっと離れたところにね、大きい公園がありまして、そこにね、よく小さい頃は、父親に連れられて行って、そこをね、小川で、ザリガニを釣ってましたね。確か、僕の記憶なんですけど、なんか割り箸を買ってきて、割り箸によくいろんなコンビニとかで、なんかお酒のおつまみでイカがあるじゃないですか。イカのなんだっけなんか硬いやつ。それをね、つけて、小川にちょっとあんまし汚い、あんまし綺麗じゃない川で垂らすと、ザリガニ釣りができるんですよ。それを昔ちょっと、やっててね、楽しかったイメージがありますが。塗ってきたよ。でも今もそういうのないですもんね。こんな都会というか。次々に家も建ってきますし。家やビルがね。はい。ああ、ザリガニが魚に入るかはわかんないけど。はい。ザリガニ。なんだ。あ、ザリガニあげたら覚悟もらえる。忍者刀？何忍者刀って。忍者刀って何？めっちゃ気になるんだけど。何忍者刀って。何忍者刀？刀とか？忍者刀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 ？忍者ってさ、刀使うのかな？忍者刀だから、忍者の刀だよね。ええちょっと、忍者と、あ！お！すげえ！手裏剣が！すげえ、手裏剣投げてる！うまいもくん手裏剣投げてる！すげえ！うわ、結構かっこいいじゃん、これ！うわ、いいな、これ！これもう、飾ろう！これ飾っとこう！これは飾っときますか？ここでいいかな？邪魔か！まあ、いいや。とりあえずここに飾っておきましょう。はい。あ、じゃあ、そろそろ今回はこんなとこでいいんじゃないかな。では、そろそろ終わりにします。今回はあんまし何もやってなかったけど、まあ、のんびり実況ペンなんで、のんびりするのもいいことですよね。はい。では、今回はここら辺で終わりにします。お疲れ様でした。次回はまた来週になるかな。今週はお祭りとか大会とかもないですしね。イベントもね。では、終わりにします。お疲れ様です。おつ。